はい、阿部ちゃんです。高見です。本日はね、あるお店からテイクアウトをしてきました。はい、じゃあ早速もうそれ紹介しますよ。お願いします。どーん、一角屋の家系ラーメンでございます。出ました。もう高見がもうずっとやりたいって言ってたやつ今日何やる。いや、一角屋っすねずっと言ってたやつ食べたいからね。うん、なんでっていう理由はもうただ食べたいから。そうですお酒にはもう抜群に合いますからね。もうこの一角屋の家系ラーメンを食べてお酒を飲むっていう回でございます。はい、ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ早速買ってきたものを紹介しますか。そうしましょう。はい、はい、じゃあね、早速買ってきたもの、まずね、こちら餃子6個。いいですね。いいですね。どう、あ、セパレートなんね。トン、下が、下がスープ。あー、おお、これ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 ですね。あ、いい匂い、いい匂いだ。これ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 、ズドンと。はいはいはい、はい、おお、よし、じゃこれでちょっと温めてきます。はい、はい、じゃあちょっと温めてきました。はい、ストーン。はい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 、こんな感じですね。ほうれん草。はい、まあ、家系ラーメンといったらほうれん草。そうよ。チャーシューね。うん、うずらの卵ドンと。はい、で、私はね、海苔トッピングにしたんで、うん、はい、こちらの海苔もね、乗っけちゃいます。はい、いっぱいめっちゃあるなおやつをね、うん、ドンと。わー、出ました。はい、これで完成でございます。お家で家系。はい、完璧。早速まず乾杯しましょうよ。そうしましょう。私はこのゴールドスターバーリアル。おーしょ、久々のこの専用グラスですよ。そうです、いい泡が多いですね。乾杯。乾杯。おいっす。あ、うわ、うまっ。おいしい。じゃあちょっと早速もう伸びちゃうからさ、うん、食べよう。いただきます。いただきます。うん、これ、うん、めちゃくちゃ一角屋じゃん、やっぱ。あー、うまっ。うん、一角屋のクリーミー系のスープが好きなんですよ。乳化しているスープっていうか、うん、もう白いやつね。そう、うわ、めっちゃ進むわ。一番だそうよな、一番です。でも家でこのクオリティの家系ラーメンが食べれるって、うん、今までじゃ結構なかったじゃん。そうですね、うん、ほうれん草うまい。ほうれん草な、うん、やっぱ家系といったらほうれん草うまい。このほうれん草をちょっとスープに浸して食べるのが、うん、ほうれん草の料理の中で一番うまい。そうほうれん草のごま和えとか、うん、ほうれん草のおひたしとかの日じゃないわ、ほうれん草の家系びたしが一番これ餃子テイクアウトしてきたから、じゃあいただきます。うーん、ラーメン屋の餃子うめえな。多分ニンニクが効いてるちょっと高見さん、家系ラーメンといったら何ですか。うん、米。はい、あ、米用意してます。さすがでーすやっぱ家系といったら米ですか。もうセットですからね。もうこれはこれが家系ラーメンだから、麺をね、吸ってライス食うんですよ。うんうんうん、うまっこれだわ。どんな飯よりうまい。うん、ご飯食べなきゃもう家系じゃないよ。そうそうそう、マジで家ですそうそう家ラーメン、うん、家、それはちょっと俺味玉をね。あ、味玉いいですね。トロトロよ。トロトロですね。あ、いいですか。ありがとうございます染み込んでらっしゃいますわ。いいですね。じゃあ俺は海苔トッピングしたんで、うん、あ、もう禁断の海苔ご飯だ。海苔巻きご飯、これですわ。それ一番うまいもん。スープが染みまくった海苔ね、うん、半端ないわ。カイン、あっという間。あっという間ですね。うー、じゃあ2本目いきますか。行きましょう。
はい、じゃあ2本目、はい、緑茶ハイ、はい、私もお揃い、お揃いです。じゃあ乾杯。乾杯。うまい。やっぱこれ美味しいな。これうまいよね、うん、今んとこ俺マイバスケットでしか見たことないんだけど。俺もです。うん、うん、うまっ。ライス、うん、ここで戻り餃子。俺も戻り餃子しようかな。戻り餃子、うん、うま餃子。チャーシューちょっといっちゃいましょうよ。いきますか。チャーシュー、うん、結構でかいね。うまい。うますぎる。おうまい。もう家系の味だわ、うん、スープがもう染みて、染みてるね、うん、うん、会員でーす、うん、はい、じゃあ私3本目これ、はい、氷結の超冷感レモン。へえ、なんか初めて見た。普通のレモンじゃないですかね。期間限定、うん、おいし、乾杯。乾杯。よし、あ、うん、こっちの方がうまい。へえ、とにかく清涼感が強い。なんか、はいはいはい、フリスク食べたみたいな。相当スッキリ。はあ、カイン。はい、タガミ3本目。はい、贅沢絞りプラス3種の柑橘。おっ、うぅぅぅぅ、しゅっぺ。酸っぱい。酸っぱい。あー、これは美味しい。美味しい。うん、夏にぴったし。うん、でもやっぱ家系のいいとこってご飯食うからラーメン大盛りにしなくていいよね。あ、そう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 。でも絶対にお腹いっぱいになれるっていうね。そう、うん、あと、あれ、高見餃子何個食った？2かな。え、6個入りたのよ。残1じゃん。はい、いや、俺も2だと思う。じゃあ2個残ってないと。じゃあ2個残ってないと。だからもう誰が3食ったかはもうちょっと分かりませんよ。分かりません。最初はグーじゃけっぽい。ありがとうございます。なるほどなるほど。もうこの時点で俺が3個食ってた。嘘。2個食った。嘘、嘘。分かんないよ、俺がもしかしてこれ 4つ目かもしれん。そう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 。ありがとうございます。食べてください。ありがとうございます。うん、今ここにね、あの答えが、振り返った答えが、そうそう、編集後の振り返った答えが出てますから。お腹いっぱいでございます。お腹いっぱいになったな。じゃあ最後乾杯して終わりますか。そうしましょうか、うん、乾杯。乾杯。ういっす。うまかった。大満足ですわ、ね、いや、やっぱ家系ライス、うん、酒最高ですね。最高です、うん、ぜひ近くの一角屋でテイクアウトして飲んでみてください、うん、はい、ということで、じゃあごちそうさまでした。しゃ、この動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバーイ。